はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はこちら、チューハイです。ステキ絞りのストロング。これ前飲んだけど、これストロング出たんだな。ピンクグレープフルーツ果汁40%、アルコール度数が9%で、原材料名がグレープフルーツ果汁とスピリッツと炭酸と香料だそうです。こちらが製造者がアシードブリュー株式会社で、販売者が、富永貿易株式会社となっております。どうでもいいんだけど、なんか最近やけにさ、冷蔵庫がさ、あれか、冷蔵庫の中にキムチを入れてるんですけど、100円のね、それがやけに臭いんだよね。冷蔵庫の中がなんか完全にキムチ臭しかしないんだよ。で、ジップロックで、自家製キムチを作った時も、袋、ジップロックって結構、匂いが、液体は漏れないんだけど、匂いは、結構、移るんですよね。プラスチックのね。プラスチックっていうか、ビニール袋ね。結構ね、色移りが激しいんで、冷蔵庫の中に入れとくと、すごい冷蔵庫の中が、ね、キムチの匂いになってしまうんです。まあそんなのどうでもいいんだけど。いただきまーす。カッピー。これ以前は、果汁100%のね、酎ハイだったみたいですね。アルコール度数4%で、果汁が100%だったんですが、なぜか、こちら40%と激減して、ね、アルコール度数も5%上乗せされたんですけど、ね、なんか、おかしくない？これ。元は100%だったんでしょ？なんで60%も減ったんだ？ 60% 減ってるよ。ねえ、アルコールが増えてるから、それの、ねえ、差としても、35%、ん？違うな。55%どこへ行ったんだ？味は。アルコール度数が高いからか、まあ、結構、アルコール感はありますね。で、そんなに酸っぱくは、甘くはない。甘さが控えめです。果実の持つ素敵な美味しさをそのままに、ストロングなアルコール度数9%で、贅沢に仕上げました。爽快な酸味が楽しめるピンクグレープフルーツ果汁40%で作ったチューハイです。あんまり美味しくないな。なんか美味しくないな。なんだろう。あれに似てる。本絞りとかに非常に似てるんだけど。なんかアルコールの香りが、強くて、グレープフルーツの、味がなんか壊されてるね。これ美味しくないな、あんまりな。味がなんか薄い。
なんだろう、40%もね、入ってるのに、なんか味が薄いですね。風味が弱い。今日ですね、関係ないんですが、TSUTAYAに行ってきたんですよ。でね、最近ね、ちょっとね、昔の音楽とかにハマってまして、懐かしい音楽とかね。こちらスルメです。これはファミマで買いました。で、最近すごいお気に入りなのが、アンダーグラフっていう、バンド、今はないみたいですけど、それの、翼っていう曲がね、非常に、昔も高校生ぐらいの時に聞いてたんですよね。聞いたことがあるんですよ。あれが、2004年ぐらいの曲なんですけど。懐かしい。で、その、翼っていうアンダーグラフのね、曲が、ものすごい、泣けるんですよ。今になって、聞いてるんですけど、ものすごい泣けるんですよ。アンダーグラフって今ないの？まだやってるんじゃない？活動は1999年から。今やってんのかな？まだやってるっぽいな。2018年の2月に、冬のツアーがやってたみたいですね。はい。あと、最近のお気に入りの曲は、柴咲コウさんの、さっきね、そのアンダーグラフを、借りに行ったんですけど、ツタヤが、CD のアルバム1枚借りるのに324円するんですよ。で、iTunes で曲を1曲買うと250円なんで、そっちの方安いなと思って、やめました。んで、先ほど、iTunes で、アンダーグラフの翼を借り、買って、一曲250円。で、あと柴咲コウの、月の雫っていうね。あれもとってもいい曲なんですよ。うん。最近、TSUTAYAの更新、なんかT カードの1年に1回更新するんですけど、その時の、なんか無料券みたいなのもらうんですけど、それで、借りたのが、生き物がかりのベストアルバム借りたんですけど、4枚組の、ベストアルバム借りたんだけど、ぶっちゃけた話、エールっていう曲はすごいいいんですけど、それ以外の曲は全然ゴミカスだったんで、
あんま意味なかったです。ただ、エールって曲はいいんです。いい曲なんですけどね。あの、卒業式の人気曲。俺が昔高校生の卒業の日だったかは、あのアイビッシュの明日への扉っていう曲をあの歌いましたね、確か。いや、歌ったんじゃなくてあれか、流れてたのか。あの曲もいい曲ですよね。まあ、昔の曲でもね、2000年とか、まあ、俺が高校生だった時が、2005年か2004年ぐらい。まあ、どの世代でもね、いい曲は多いです。ね、だからなんか、あの2000年以前のなんかベスト曲ランキングみたいなのが YouTube に上がってるんで、そういうの見たりしてましたけど、まあこのチューハイは薄い2332です。ご視聴ありがとうございました。